皆さん、明けましておめでとうございます。去年は時間が過ぎるのが早くて、あっという間な時期でしたね。今年もどうぞよろしくお願いします。ということで、皆さんの温かいお懐に入っているお年玉というものを私に奉納していただければ、神もきっとお喜びになられるであろう。さあ、一礼二拍手。よろしくお願いします。あ、ない？あ、ないですか？あ、本当ですか？うん、ないですね。ということでね、皆さんね、ゴールデンウィークの、ゴールデンウィーク入りましたけども。あ、僕もないです。ちなみに。あ、じゃあお互いないということで。お互いないということでいいですかね、じゃあね。まあ皆さん、ゴールデンウィーク過ごしてますか、ちゃんと。ちゃんとゴールデンウィークお過ごしですかね。世間はね。あー、お年玉ありがとうございます。あー、整理ありがとうございます。そうですね。この音楽を聞くと、もう正月の気分。あ、すいません、持ち合わせが、僕もね、お互いなしということで、お納めいただきます。お年玉、ありがとうございます。これで、うまい棒19本買えます。あ、夜行バス乗ってんの、今。あ、違う、今日の夜か、夜行だから。やったぜ。さあ、ということでね、皆さん、ちょっとご挨拶の方から行きましょうか、皆さん。こんばん、あ、こんばんはじゃねえや。なんか、こんにちはでも。あー、ありがとうございます、なぎさん。ありがとうございます。ナイスパーありがとうございます。お年玉ありがとうございます。こんにちはください。竹のりこんちゃ、メロンパンちゃんと食べたよ。まだ残ってるけど。翡翠こんちゃ、ポンなのだな。あー、こっちがわ。アリアこんちゃ、リアこんにちは。丸大陽、モコ、あー、違う、これ違う。ポンこんにちは。カタカナマンこんにちは。ユミこんにちは。ネコこんにちは。あ、リサありがとう。ありがとう。お年玉スパスパありがとう。スパスパ、あーザスパスパ。すいません、なんかすいませんね、なんかやろう、すいませんな。ゆうきさんこんにちは。ゆりちゃんこんにちは。吉川こんにちは。梅じそこんにちは。まいこんにちは。えむちゃんこんちゃ。ゆみこんちゃ。かずここんにちは。ランコおはようございます。もここんちゃ、すずこんちゃ、リスこんにちは、チョコボこんにちは、のりたんこんにちは、リノリノこんちゃ、リサおはんご、はなはなこんにちは、ゆりかこんにちは、ゆきなこんにちは、カタカナマンこんにちは、なぎこんちゃ、レムこんにちは、みここんにちは、かなここんちは、にたんこんちは、せりこんにちは、ナナコニャニチチャチチ、ですレイタこんにちは、オニポテこんにちは、カツアゲさせてください、お願いします。それはいいんですけどね、まあ皆さんね、いいんですよ、コーヒーに使ってください。コーヒー、あ、俺はコーヒーに使うのか。じゃあコーヒーいただきます。サイコこんにちは、ゆうやこん、カツアゲの絡み方ってこと？カツアゲさせてください。すいません、お願いします、カツアゲさせてください。よかったらジャンプしてみてください、お願いします。この BGM のせいで、なんか俺がもうなんかね、もう神社に来てカツアゲしてみて。カレーパン食ったよ今日、ローソンのやつ。あ、紅茶をね、もうたしなんでいただければ。さあ、ということで皆さんね、ゴーストワイヤー、あ、ミルクマこんにちは、お金ない、あ、すいませんね、なんかすいませんね、髪がカツアゲしてるみたい。ちょ、暑くね、なんか今日。ちょ待って、エアコンつけるわ。おりんちゃんこんにちは、ちょ待ってね、ちょ待って、エアコンつけよう、暑い。あー、葵ちゃんありがとう。ありがとう、ナイスパーありがとう。カツアゲお年玉ありがとう。5月だけど。ちょっと待って、暑いんで今日、待ってエアコンつけたわ。モコと本丸と刀剣と
最新車とあなたと私と刀剣乱舞ウォンラインの主題歌さん、こんにちは。びっくりした。俺なんか嵐かと思った、一瞬名前が長すぎて。びっくりした。なんかあのアフェリエイトのなんかたまに絵文字だけ残して連投していく あのなんか嵐が来たんかなと思って、一瞬なんと思った。ちゃんとしたリスナーだったわ。あ、サニーはね。そう、今日はね、陽気ですわ。水分補給もこまめに、ね、嵐じゃない、あ、ごめんね、なんかね、申し訳ないね、名前が長い人だと大体なんかあれっていうのが大体ちらほらと最近来てたものでね、最近見なくなったなと思ったけど。ということで今日はゴーストワイヤー東京初見でやっていこうかな。これコントローラー使えるのかな、これ。ちょっと待ってね、ゴーストワイヤー東京をやっていきたいんだけど、これコントローラー使えるのかな。最近見なくなったよね、嵐ね。そういえばね、そうなんだよ、うん、刀剣乱舞で俺好きなキャラクターはあいつおじいちゃんって言われてる主人公じゃないよね、あれね。おじいちゃんって言われてる、なんだっけ、誰だったっけ、あの人、本丸じゃなくて誰だったっけ、名前、弓和骨、あ、三日月だ。うちのリスナーにもね、あの刀剣乱舞好きな人いるんだよ。よいしょ。見た目はクソ若いのにおじいちゃんって呼ばれてるらしい。ちょっと待って、コントローラー今接続してみるか。いけるかな。刀剣乱舞って何？刀剣乱舞っていうのはもともとはパソコンのゲームだったんだけど、なんかソーシャルゲームだったんだっけ、もともとはソシャゲで、なんかイケメンの戦国の世のイケメンたち、まあ、声優がめっちゃ豪華なんだよ。でなんか刀の名前をなんかキャラクターにしたっていうゲームかな。だから例えば妖刀とかさ、あとはなんかサビ丸とかコアラス丸とか、なんだろう、あの正宗とか、なんかそういう刀を、なんか刀を擬人化させたキャラクターイケメンのゲームって感じかな。結構そのなんだろう、ミュージカルもそうなんだけど、結構女子層がめちゃくちゃ多いよね。男子はどちらかっていうと刀剣よりもその頃はあれが流行った、あっちの方は男子はあっちよりだったな。なんだっけ、なんだっけ、戦国バサラじゃなくて、違う、あれ、なんだっけ、戦艦のやつ。なんだっけ、名前忘れちゃった。あ、カンコレ。男性はどちらかというと、カンコレの方で、女性は、刀剣乱舞っていう感じ。そう。カンコレはでもみんな名前は聞いたことあるけど、あれは艦隊コレクションって言って、その艦隊を擬人化した女性のやつが、男性が好きなんだけど、女性はどっちかっていうと刀を擬人化させた刀剣乱舞の方が好きなっていう感じの感じかな。まあ俺もどちらかっていうとカンコレは知ってるけど、名前は知ってるけどやったことない。刀剣も触ったことはないけど、まあでも名前は知ってるって感じかな。あ、コントローラー使える。これね、 Steam のゲームじゃなくて、これ Xbox のゲームだからさ。お、ジャック、こんにちは。艦隊コレクションでカンコレね。そうそうそう。これなんか脇っちょになんか黒いやつがあるんだけど、これ何なんだろうな。もう5、6年ぐらい前か。そう、今俺エッグボックでやってるんで、エッグボックで。ちょっと待って、なんか横っちょになんか変な黒い縁があるんだけど、これなんだ。ちょっと待ってね。懐かしい。でもあれももう5、6年前なんだね。早い、そんなもんなんだね。これで縁なくなった？よっこらっしょ。消えた。あ、消えてるね。オッケーオッケー。縁があるのはちょっと気になってたもんでね。申し訳ないね。エッグポーク？あー、美味しそうな名前だね。違うんで、Xbox ですね。エッグベネディストじゃなくてね。あの、Xbox の略でも、エッグボックって呼んでますね。もう。Xbox。Xbox。
エクボ、エクボ、エクボです。ちょっと待って、画質をちょっともうちょっと綺麗にと。今日も絵で説明お願いします。必要ねえだろ。会長の紹介がショートンされてるくらい。あ、そうだった。あ、そう、箱勢なんですよ。俺もともと箱丸と言われてるものを使っていて。それはいいんですけど、なんだっけ、任天堂スイッチに発売されてたさ、あの200円、300円ぐらいのホラーゲーム、つくよみじゃなくて、お蔵入りじゃなくて、なんだっけ、つや、お通夜だったっけ、お通じ、なんかね、あ、そう、つや、あれが、出たんですよ、スチームにも。だからそれを、まあ、スチームに出て買ったんで、やりましょう。お、お通じ名前なんか、ダメだな、ちょ、俺なんだ、今日なんかすげえ名前出てこねえな、なんでだ。お通じは会、あ、本当ですか、よかったですね。お通じは会長で、本当に。やっぱね、やっぱスッキリしてる方がいいですよね、やっぱりね。ちょっとお腹も便秘気味なのもね、ちょっとどうなのか。左下の、これは一応ゴーストワイヤーに出てくる、幽霊たちをちょっと集めて置いときます、ここに。一応女子高生、一応女子中学生と、幽霊という感じですね。ここに置いときますね。イラスト屋な。イラスト屋です。そうなんです。皆さん大好き、イラスト屋の藤谷和骨。よいしょ。女子中学生の幽霊が出てくるらしいんでね。ちょっと出しとこうかなと。この辺で。よし。これ、ここに出しておきますね。おっしゃ !OK! 行きましょうか。かわいいイラストやな。お猫、こんにちは。幽霊のストーカーじゃない。じゃあ早速やっていきましょう。ちょっと、フルボイスで、なんかね、面白い。これ、女子中学生の幽霊じゃなくて、女子中学生の幽霊となってる。まあいいでしょ。スタンドは、まあ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 、やりましょう。最初からプレイします。お、ワイちゃん、こんちゃちゃ。ノーマルとイージーとハードとたたりってあるんだけど、これ。何これ。イージーでいいかな。ストーリー楽しみたいもんね、みんなね。どっちかっていうとね。たたり？そんな、最初からたたりできるわけないでしょ、その難しいんだから、あんたそれ。じゃあ、たたり？ハード？たたり？これたたり、まあ、ノーマルでいいんじゃないかな。まあ、ハードかな。ハード、山間こんばんは。あ、みんななんか外見てみて、なんか宇宙人がいる。いや、宇宙人いた気がしたんだけどな。あー、なんかボタン押しちゃった。まあこれでやりましょう。なにこれ、ん、アイテムもらったぞ。なんかUFO を見たか。コスチューム2章途中まで使用可能になります。なんかアイテムもらったんだけど。よっしゃ。お、お兄さんですか。妹さんの容態が良くない。あ、急いでください。フルボイスなんだね。これ消そうぜ、隣のやつ。お兄ちゃん、死んだ人には興味ないんだね。違う。自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだ。ん？マリー、このまま行かないでくれ。いいね、なんか雰囲気いいね。
画質いいな。歌も怖いしね。いいね。転生もの？わかんない。急に事故ったけど。でも舞台が新宿ってのがいいな、なんかね。あ、確かに龍が如くっぽいね、画質。あ、ごめん、渋谷だった。ごめん、新宿じゃねえ、渋谷だ。まあ、新宿も渋谷も同じようなもんだろう。あ、こう怒られる。くそ、生きてるやつは無理なのか。時間がねえ。あれや、こんにちは。あいつなら、なんか龍が如くのモブみたいのがたくさんいたけど。確かにバイオっぽいね。ハチ公はあの新宿にもいるんで、多分龍が如くっぽく なんか見えちゃう。これ声優さん井上さん。井上和彦さんってなんかアニメでやってたっけ。何のキャラクターだったっけ。お、何が起きてんだこれ。にゃんこ先生。あ、にゃんこ先生か。あ、かかしもそうか。アジンみたいになってる。ちょっと、大丈夫ですか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か。怪我してないの。なあ、全然電波来ねえんだけど。お、なんだこれ。生きてやがったのか。あ、本当だ、カカシ先生って。なんだよ。はい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。おお、すごい。おお、すごい。あれ？たく、ど素人か。俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。なんかベノムっぽい。おいおい、泣きたぞ。来る。喋んな。隠れる。いいから、今は言う通りにしろ。これ、諏訪部さんが声優だったら間違いなくベノムで。あ、なんかすごい。百鬼夜行みたい。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化する。来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。
幽霊なんかな、亡霊だか幽霊だか妖怪だか。そこにある。おお、なんだかっこいいな、おいなんだそれ、キューブになって、これが何、亡霊になったってこと。五条先生みたいな技使って封印されちゃってさ。なんだよあれ、血気術、血界術か。いや箱に、あ、何言ってんだよ。そもそもあんた一体、おい、エコするな。もう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな。なるほどね。どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと。知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。おけんちゃんはこつ。これ音大丈夫みんな。他。誰もいないぞ。大きくしてほしかって言ってね。こつ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。Okay? だったら力ずくで奪うまでだ。オッケー。お前には消えてもらおう。付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。中二っぽくていいね。分かったら早く進め。差しするな。ストーリーが中二っぽく、おお、なんかかっこいい、なんかいちいちかっこいいんだよこのゲーム。なんだなんだそれ。チャプター1って書いてあった今。おお、すごい。で、グラフィックすごいな。うん。これで歩くらしい。字幕大きく、あ、待って、字幕できるかな、大きくね。ちっちゃいもんね。いや、すごく綺麗です。字幕を大きくできないんですかね。フィルターモードっていうのは関係ないのか。どれだろう。字幕を大きくしたい。あ、あった、フォントサイズ。これから？これで大きくなったんじゃないですかね。動きがぎこちないが、どう？まあいいだろう。見える？あ、スレンダーマン出てきた。おい日傘を差したスレンダーマン。日傘を差した老けたスレンダーマンだ。俺の指示に従え。やばいやばいやばい。日傘を差した老けたス、何これ？攻撃。おお。これでガード。おお、字幕これ以上大きくなんないみたいなね。これでアシスト、あ、自動標準できるんだね。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたって。何これ、 FPS のゲームだね。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。FPS のゲームだ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。オートエイムにできるの強いね。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。
それもそうだ。感度多分今のところ大事。慣れれば。何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。すごいね。本当に渋谷なのか。ちょいちょい傘忘れてんだよな。特盛牛丼 10% 増量中って書いてある。確かにキムタク、あれなんか道頓堀渋谷の世界線流行語毒っぽいね。これでもなんか結構もじってんな。なんか龍が如くみたいにさ、ちゃんとした名前っていうわけじゃないけど、ほら坂本剛って書いてあった。うん、渋谷ナビでツイートしてもいい。いやそれは多分これもシダックスじゃない。リソナ、うん、リソナ、リソナス、リソナス松本じゃないか。リソナラーメンジョロー、五徳はもう完全にリソナ銀行みたいな。ジョロー、そうだよね。まあセガ、こう天下のセガだからね、あっちはね。こっちはまあちゃん、まあそれでも一応再現は一応頑張ってしてる感じだよ。これ若コーラ、おマリアこんばんは。店長の肉うん、俺このリンゴジュースとオレンジジュースめっちゃ飲みてめっちゃ飲んでみて、あんな感じになるのかなで、あのデザインいいよね。なっちゃんのなんかちょっと険しい感じのクーなのかなっちゃんなのかわかんないけど、うん、よし、じゃあこんな感じでいきますかじゃあとりあえず向かおうぜ、こっちに。おゆめこんにちは。あ、走れるんだね。デザインがなかなかユニークだよねこれ。ここだ。なんだこれ。向こうの世界の物体がこちらに干渉している。ものは試しだ、触れてみろ。セージコンちゃん、ブロック見終わったよ俺も。これをこれをこうするらしい。お前でも力は得られるみたいだな。ガンツみたいな、このエーテルってやつらしいよ、どうやら。よし、これも妹ってのは病人なのか。これを多分、これ経験値かなんかなんかな。あ、経験値だわ。病室は4階だったな。経験値だって。おこりやくま、こんにちは。病院だ。そう、これがないと新しい技習得できないんじゃないの。おう、太郎こんにちは。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか。おやさんこんにちは。どちらにしてもあの魂は救われない。うん、止めなきゃ。これアキトっていうんかな、主人公。JC がいいんです。 JC がまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づけ。しゃがむ、はいはい。傘差しのスレンダーマンがいいんだよな。
かって倒すしかなんとかなってな。随分部下。はい、まあ、こんにちは。お前も力の使い方がレベル上がったレベル。ケツが体力の最大値、あ、これで上げていく感じなんかな。なんかいろいろ上げるもんあるよこれ、みんなこれ。よし、いいぞ。覚える技がたくさんありすぎて、こういうところいろいろありすぎて、まれびとが多い。スカイツリーみたいな。さっきから相手をしている化け物を俺たちはどんどん強くするんじゃない？なんか必殺技とか使えるようになるんじゃないの？覚えるまで大変だよ。まあストーリーモードをガツガツ進める感じでガツガツ進んじゃっていいのかな？とりあえず。あ、ごめん、スキルツリーでした。すみません、スカイツリーって言っても俺。今度はチャージ。お、JC 来た、JC。お、すごい、これ溜めれんのこれ。うん、何これ何これ何これ、なんかちょっとかっこいいんだけど、何これ、どういうこと。何何何何が起きた今、ひとたまりもない。何が起きてんだ今、全然わかんない。何起きてた今、パクったけど。なんか食べ物がある。使えるものは使っておけ。魂を抜くどういうこと。それもそうだな。な、な、食料を食べる。三色団子パクったの。エーテル結晶体で補給をしておけよ。五条先生やんこれ。このイン結ぶのいいよね。かっこいいな、領域展開やんこれ。食料も回収して、だこれこれあんじゃん袋、これこうやってこうこうやってやった、醤油せんべいパクったで。これ完全に呪術だよね。呪術で戦ってるわ。うん、陰陽時間あっていいな。いろんないろんなものを、あ、おい JC がいいぞ、 JC が。これはあれか、あ、追っかけてくれるんだこれ。追っかけてくれるんだね。あ、これは楽しいわ。うん、 SE っぽいけど SE すぎなくても、確かにこれは確かに楽しい。敵のアクションもかっこいいし、そう、ホーミング系だね。あれは女子高生じゃなくて女子中学生ですね、あの制服は。追跡してくれるから楽だし、いいかもしんないね。JC をいたぶるゲーム。でも敵が、ボスいんのかな？詳しい。いや、それはもちろん公園でいつもコーヒー飲んでるときに JC と JK のね、制服ぐらいは分かりますよ。なんだ。お兄ちゃんこんにちは。観察してないよ。やめて。気をつけろ。なにこれ。目線に入っちゃうしょうがないでしょうよ。なんだね。狙ってない。やめてよ。JS は小学生じゃねえか。なんで俺舐め回すように見てねえわ。
路上で観察してないから。早くどっかになんかあんべ、なんかここどこだよ。怖っ、何もしてないよ。誰かいる？今日あの子いないなとか、もうそれ完全に変質者じゃん俺。ロリコンで変態。そんな目線で見たことないんだけど。そんな目線で見たことないよ。あ、そういえば昨日、怖い。昨日ね、なんか俺がなんか会社のそのスイッチをなんか間違えて、なんか火の出力をなんか間違えて火事にさしたっていう夢を見ちゃったんだ。どうなってるんだ。警戒しろ。なんかバーナーの出力を間違えて、もう触れなくなって下になぜか油が敷いてあって、なんか火事にさせるっていう、もう夢を見てしまって。やばい。夢でよかったよ。正夢なんないよ、やめてよ。会社燃やしたいっていうか、なんか変な昨日そんな夢を見たんだよ。予知夢。だから俺ちょっと気をつけようと思って。怖いよ。なんでゴールデンウィーク中にそんな夢見なきゃいけないんだって。で、夢占いしたら、なんか巻き込まれないように気をつけようって書いてあった。なんかトラブルに巻き込まれないようにって。し、お、誰かいんな。これ敵か？敵かな？敵じゃない。落ち着け。目に見えることをすべて信じるな。あ、妹さん。妹？伊月マリ。あれ？これ妹か。ながらにしてあちら側と接続されて、まさに理想的な観測者だ。誰？これで計画は完全となる。触るな。誰だ？人間？もう一人。お前は、ふん、愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だが、お前は後回しだ。マリに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。かっこいいの出てきたんだけど、お前怖いな。おお、マトリックスだ。おえあっ。
心臓抜くかなと思ったんだけど違うんだ、貫いてた。連れてかれちゃった妹。ここは死んだのか。ああ、何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わ。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。なるほど、それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリ、僕は伊吹明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい、 KK だ。名前は捨てた。 KK マリオ、頼む。お、キサラギも来た。お、生きとるで。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。懐かしいタイプの鍵のかけ方だな俺。マリー、マリー、お茶並みこん茶。しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッタ見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。ん、おい、裏切んなよ。 KK はあの、この喋ってるやつだね。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。ほう。コメント、あいよ、全然いいんだよ。よし。病院を出て、探索も兼ねたいな。KK の本名。
最後になんか俺の名前はって言ってくれんじゃない。名前は捨てたみたいな言ってたもんね。これほぼ人いなくなっとるん。もういなくなってあれじゃない、魂奪われた後なんじゃないの。これ多分このこれだと。おい、ミラモンマークをツイートしちゃえ。最後本名出してきそうだけどね。ゲームの音もう少し大きく。いいよ、しまっとけ。あー、ありがとう、みんなもありがとう、ナイスパーありがとう、今年もよろしゅう頼ますわ、ありがとう。あ、今月ってかだった、よく見たらよく見たら今月ってかだった。次はどこに行くんだ。病院の出口だ。その後だよ。まあ焦るなんて。よし、誰かの三人車をぶっ壊していくスタイル。とりあえず進んじゃっていいんだかな。とりあえず進んじゃいましょう。鮭おにぎりが欲しい。小松菜、高菜、梅干しにしなさい。あんたそうやっていつもみんななんかマヨネーズ、シーチキンとかなんかその辺のねやつ食べてるんですけど、あんたたちダメですよ。ちゃんと昆布と梅干しもちゃんと食べなさい。油もんばっか食って、明太子ダメです、いくらダメ、ダメです。探索時間かかりそうやな。あれ終わっちゃったよこれ、チャプター1。あんたエビマヨダメです、梅干しにしなさい。梅干しは食べれない。梅干しの気持ち考えたことあんのか。明太子2章早くね。1章終わるの早くねこれムービーしか見てなかったぜほぼほぼ。人がいない。こっから探索みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ、行くぞ。よっしゃ行きますか。ここから行くのかな。行き先は幽玄坂だ。幽玄坂、霧がまだ残ってる。不用意に近づくな、危ねえぞ。そう、井上さん、あっしゃ、みたらし団子ゲットしてやったぜ。あ、一応このゲームジャンプできるみたい。幽玄坂、幽玄坂、こっちか。幽玄坂。なんだこの霧。ここはダメだ、引き返せ。なんで。あ、え、あ、いたちゃ、なに。あ、これ行けないの、探索できないじゃんこれ。そしたらね、この先の、あ、これ行けないってこと。この先、ここは無理だな。マジか、行けるところ限られてんのこれ。霧があるとこ無理だって、命が何個あるか分かんないな。そんな、霧があるとこは無理なのか。汚れがたくさん。じゃあこれどこ行けば、こっちにですかね。解放できんのこれ。こっちにもあるよこれ、霧。いけんくね。カメちゃんはこっち、この中入る。何取った今俺。300円、300円。
これどっ払えないのこれ。病院通って反対側に行ける？こっち行けないもんね。あ、ここ通るかな？違うか。一応お金が必要らしいけど。あ、こっちを通るのかな？あちゃっ！あちゃちゃちゃっ！どういうことこれ、行けるとこと行けないところあんの？霧もまあ見にくいなこれな。いや、こっちで合ってるみたい。真昼和骨なんかね、触っちゃいけないところと触れないとこ、あの黒くこうなんか歪んでるっぽく見えるとこはいけないみたい。ここはここいけないみたい。こっちでいいんじゃない？なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな、片付けろ。あ、ほんまや。神社だ、神社。神社だけど待って、スレンダーマンいる。げ、もう一匹いるぞ。あ、しかもスレンダーマン傘ぶっ壊れてる。後半こいつら弱く打ってるのかな。飛ばしてくる。まずいな。あとは鳥だな。オーバーウォッチやってるせいか、なんか操作がオーバーウォッチと似てるからさ、なんか避けれる。全然避けれる。中押し。おお、なんかちょっとかっこいいよ。領域展開。あ、これで霧が晴れるんだ。あ、そういうシステムなんだね、このゲームね。なんか開いたぞ。クリオネみてるのがあった、今。この神社で、浄化はできる。浄化するんだね、霧をね。おい、社の中を調べてみろ。この鳥居から霧が出ていたのか？敵が余地を知ってた。理解なんか、使えそうだ。神社大事。いいの？これパクって。ここはもういい。目的地に行くぞ。どっかにお犬様がいますね。なんだろうこれ。神社のも中パクっていきたい。全部パクっていきます。全部全部パクります。どっかにお犬様いるで。お犬、お犬様がいるで。お犬様が。このゲームパクる、パクれば何でもパクりたい放題のゲームだからね。犬で犬。犬犬犬。ここにいる犬。あ、いた！お犬ちゃん！こら！あんたその食パンみたいなケツして。何に向かって吠えてるんだ？あれを見ろ。ん？止めるぞ。今ならまだ助けられる。以上奴らに好き勝手させるな。おい、離れすぎだ。戻って助けてやる。こっちじゃない、あの霊を助けるんだろう。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、どこどこどこ。なんか直接叩いた方が強いかもしんない、これ溜めるよりも。霧に飲み込まれて霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片城を使ってみる。文句言われてんの。めっちゃ文句言われてんの。
かわいいでしょこれ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せよ。ガールズバー429と公衆電話。必殺技ため攻撃も一応なんか一応何見、いやガールズバーがあったんで行ってみようかなと思って。ダメっすか。リアルで行ってないよ行ったことない公衆電話どこ。公衆電話、公衆電話だって。公衆電話常連じゃない、行ったことないもんやめてよ。これ公衆電話って公衆電話ある。あ、これかな。ほらこれだわ。あったよ。受話器を取れ。はい、俺がつなぐ。そんな打ち方するっていいの。開いたけど何これ。エドが作った装置だ。そこに片代をかざす。いやこれカードスキャンするやつじゃないのこれこれ開くんかい。これ霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置おお、これ誰なんだろうねこいつね。あいつ余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。なんかライバルみたいな感じだったんかな前のこの KK とこいつ記憶なんじゃない俺たち。邪魔するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。なんかあれさっきのと違う。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。さっきの犬と違うやつだ。犬はいるけど、あ、カリンとパクったわ。昔あれじゃない？なんかこうなんかあった仲なんじゃない多分。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外。どうなってるかわからん。これ犬たくさんいるか？もしかして。他にも犬いるんじゃないの？なんこれ？これって何？今はいい。先を急げ。はい。よくわからんな。パクれるも、あ、君が来た。生きてるみたいだ。ファジ、フジ、フジヤマート。コンビニか。何か使えるものがあるかも。何あれ、猫？あれは妖怪だな。え？人がいなくなったから出てきやがったのか。なんか猫がなんかハッピーみたいなの着てる。かわいい。おや、人間ですか。いろいろ便利なものを揃えてますよ。かわいい。あ、しかも片代があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。なんかサバ缶とかあるけどこれ何か使い道があるのかな。片代3000円するよ。正直珍しいものが売ってるな。
まだいらないかな、今はまだ。かわいい。猫が経営してるみたいだよ。7個払い OK？ OK なんじゃない？そこの2階だ。2階、なんかあれだね、オープンワールドっていうよりもなんか行く道が一方通行だから、あんまり探索できないね。いや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 、なんかお札貼ってありますけど。部屋の封印を解除してくれ。何これ、中に何がある？俺がやんのこれ。入ればわかるよ。俺がやるらしい。なんか印を結んで部屋に入るみたいな。これ覚えないと無理だこれ。あ、サブクエア多いんだ。なんだこれ、一応目的地があるみたいだから。レベル上がったで。スキル上げよう、スキル。スキル上げよう。行く場所が分かりやすいから、すごく楽なんだけどね。これ、あいつからなんか抜き取ると体力回復するみたい。これいいな。力をうまく使えよ。家の前でこんなのしてたら。てか、なんで家の前にお札貼ってあるんだって感じだけど。急なホラーゲームになったな。あ、ちゃんとトイレットペーパーちゃんとあるんだね。ちゃんと会話ね、ちゃんとしっかりしてるじゃん。秘密基地って感じだな。なんじゃこの家は。ぽいな。アジトって家よ。なんだこれ、お札貼ってる家行けないよ。なんだこの家は。地図の範囲があいつの結界になって、お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いやもっとだ。なんだよそれ。あ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただこのどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって…これブーシアらしい。あ、塩のカップラーメンが。これよく見たら襖じゃね？あ、襖をスクリーン代わりにしてるみたい。これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた子供の頃から普通じゃなかったのか。正直。マルチバース。お？向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。ゴミばっか。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。なんかいろんなもんパクってっけど、ドッグフードやらキャットフードやらいろんなのパクってんだ。うん。確かに情報量が多すぎる。そうなんだよ。これは？このゲームやたら団子出てくんだよ。武器かな。お！弓。なんだよこれ。気に入ったか。弓。持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。ボーガン、弓。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。遠くの敵倒せんじゃないこれで、この弓で。
ことないもん。ユミ、これは？誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。シャク、ユミコ。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。下がる、探すって書いてある。Google じゃなくて探すって書いてあったわ。あれ？くるくるした？用がないなら出るぞ。治った？なんだろう、 OBS の不調かな。あ、大丈夫？ YouTube かな。戻った？なんだろう、止まってた。入り直した？なんだろう、 YouTube の不調なんかな。戻った？結界だと。治った？マンションごと押しつぶす気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。あ、何だろうね。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。ユミミこんちゃ。今大丈夫？まあ、また多分クルクルするかもしれないから、その時は許して。またなんかね。なんで俺人ん家のトイレ閉めなきゃいけない。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってる。ああ、やだ、俺この壁の色無理だ。あの世に押し潰され。なに、なに人ん家のトイレのドア開けて蓋閉めてトイレ閉めて。何、これ何起きてんの今これ。なに何起きてんの。ドーナツのクッションが。また今これどこにいんの。あれ、ここ、え、距離があるな。さっきの弓を使え。弓。はい。しっかりと狙いを定めているんだ。これなんか意外と難しいね。ここはもう大丈夫だ。でもなんかあるんじゃないかっていうのをちょっと希望を持っていきます。弓。あ、なんもねえわ。なんもなかった。結構やることが多いな。食い物もなんかあるかなと思ったんだけど、なんもないね。あ、なんもないわ。はよ、ちょっと待って。これマンションの構造全部一緒か。まだ清掃員ですね。回線弱者。いや、多分だ。急げ。早く。どこ？どこにあんの、その例のそのなんだ？なんか壊さなきゃいけないやつ。どこにあんの？なんかいろいろと。何、どうなってんだ。こうかな。どこに行けばいいんだ。せかされるのはちょっと嫌ですね。何かあるはずだ。せかされるのは嫌ですね。うー、何、どうなってんだこれ。こっち、うん、これこっち。5分切った。ちょっと待って。やばい。そんなこと言われても行き止まり。いや、上に行けそうだ。忙しいな。こっち、はい、こっち。何が起きてんのこれ。こっち何もねえじゃん。どこだ、こっち。ちょっとせかされてる。こっち、どっち、こっち。なんだ、近いぞ。周囲をよく探せ。はい、こいつが本体だ。ぶっ壊せ。えい。どうかな。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。はい。忙しかったよ。なんか何がどこに何が。あ。はっはっ
争奪戦。うるさかった？いや、なんか誰か噂してんなと思う。もうなんもないでしょ。うん、もうなんもないで。なんかおにぎりがおにぎりが梅干しだったからかな。よかった。やっと帰れる。結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。やっと帰れる。なんかいろいろパクったみたいだけど、おにぎりから噂されてんの。あ、そんな感じ。いや、上行ったのはもしかしたらなんかあるかもしんないっていうのをこう希望を持って上に行ったんですよ。これ探索癖があるからね俺ね。どうだろう、誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。何これ、なんかやること多すぎね。これはさっきのはこいつの仕業か。おうぞ。これ誰だろうね、名前。いろいろやることが多い。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。どの力？どの力を使えばいいの？プンちゃん、いて！おい、怪我するぞ。離れろ。あ、そう、これらしい。汚れの中心だ。破壊しろ。多分これ。汚れに囚われていた。汚れ、こういう幽霊だって。奴らも多そうだ。先に進もうぜ。これは俺のピロピロ。なんかやることいっぱいあるなぁ。ね、やることがいっぱいある。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があった。あ、神社と公衆電話を行かなきゃいけないんだろう、ね、何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。行こう。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。そういえば一番最初にもらったアイテムとかあったけど、あれ何だったんだ。そういえば忘れてたけど、これだ。なんかアイテム、あ、またスキル上げられるのか。次何上げようかな。探索拡大とかできるんだねこれね。あ、引き抜く時間早められるんだねこれね。接近して取れることもできるのか。なんかいろいろあるな。ガード攻撃、カウンターとかできんのこれ。あ、カウンターできんの強いな。もうちょいこっち、なんかどれをやるかも。これは移動とか。こっちってなんだろうこれ。こっちなんだ。チャージショット、ため時間を短縮できるみたい、こっちは。これは打つ速度が速めるんだね。あ、こっちはチャージショットが、なんか増えるのかな。あ、2個とか3個とかできない。こっち欲しいな。これがいいな、これ。これがいい。これは団子。醤油せんべいとか、かりんとうあるけど。でまた強くなれた。
なんかあったな。今なんか頭に乗っかったな。なんかいろいろ食べ、これ回復が食べ物なんでしょ多分これ。おそらく。これ防具？待って、これ×ボタンと丸ボタン逆なんだよね。防具？おお、お面かぶれるよ。これ多分さっきと一番最初のやつか。服はこれしかないみたい。あ、でも色変えれるよ。ほら。色変えれるな。全部黒にしたろ。なんだこれ。コスチューム変えれるよ。コスチューム変えれるけど、どれがいいかな。どれがいいかな。なんかいろいろと変えれるんだけど、特典かなんかなんかなこれ。特典かなんか。癖がすごいな、癖が。でもこれ見れないんで、自分の体、自分の体見れないわ。よし、行きましょうか。とりあえず目的の場所まで。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。え、どうやって行くのあれ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。グラップル。おお、すごい。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪の使いようだな。天狗飛んでる時に上に登れるんだね、これね。いった、どこにいた。痛い。これ敵なの？敵らしい。ちょ、どこにいるんだ？敵っていうか、向こうに行きたいんだけど、いける？これ、これジャンプしていけないもんね。いけると思う？せいや！お、飛べるの？天狗いらなかったじゃんね、これね。飛べるみたい、このゲーム。これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める。そしてパクる。助けてやろうぜ。サイドミッションだってさ。ほら、上にパーっていけるのか。何でもパクる。パクれるものはパクる。これもパクる。浄化していけば道は開くはずだ。これもパクる。それに霊になったものも救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。サイドミッションをやるといい。おそらくあれなんじゃない、その経験値とかもらえるんじゃない。なんか俺体力ちょっと若干減ってね。減ってんな。天狗なんだか敵なんだか分かんないの。梅おにぎり。でもおにぎりはまだもうちょっと取っとこう。さっき攻撃なんか空中の敵分かんなかった。敵がさっき当たったからか。
幽霊を吸収。おせんべい食べる？いいの？おせんべい食べても。お祭り男になってる今俺。レベルアップしたから、いや、レベルアップしてあの敵から魂吸い取れば回復できる。敵がでも出てこなくね、でもこれあんまり、このゲーム。そういえばこう頻繁に出てくるかなと思ったんだけど。かりんとうあるよ、かりんとうあるよ。あとこれもあるよ、ほら、ウーマチップス塩。ライブハウスでクラブエイジアも出てくるの。これもあるよ、焼き鳥。焼き鳥あんで、焼き鳥。あ、これがサイドミッションなんだね。塩味です。体力も上げれば、あ、それ体力も上げられるのか。これもあ、これやってあげたら道端の、待って、敵いる？これもパクっとこうぜ。敵いるんじゃないこれ。あ、敵いるよね。で、女子中学生来てる。チェイシー、チェイシー、おいおいおい、おぶね、なんか飛ばしてきた。怖っ。なんかいろいろ、いろんなやつ、いろんなやつ来てる。いろんなやつ来てる。これ誰か来てるやつ。なんか今なんか鎌みたいに投げてきたよ。あいたいた、あった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 。やべやべやべ、ここはここはまずい、ここはまずい。なんか OL いる、 OL が、 OL がいる。どう、どうかな、回復した。おにぎり食べる。 JC をいじめよう。アクロバティックな JC やな。倒しました、なんとか、なんとか倒しました、なんとか倒しきりました。この感じ、近くに何かあるな。何か、いわゆるパワースポットってやつだ。 JC と OL が、まれびとの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して、いないと思わせているね。敵の居場所や霧の発生源も特定できる。すごく静かになった。おいおい、ただで働く気はないぜ。猫が手合わせてる。猫に報酬値だるの。おまたオープンしてる。お茶もお礼はするわよ。じゃあ本題に入ろうか。これ、あ、なんかアイテムを集めてくればいいのかな。ほら、なんか集めたお礼とかコスチュームとかもらえるよこれ。お礼で。オープンしてんな、またな。にゃんこ、メス猫なんだかオス猫なんだか。うん、神社行こう、神社。敵ね、でもほら敵いるよ、神社来たけど。あれ、何集めようって、何集めようって言ってた俺。やば、なんかあのお社のあれ、片城を集めろって言ってた。さっさと次に行くぞ。よし、お祭り男でめっちゃあ、でも片城ないよこれ、ここ。片城ないよね。スイカが浮いてました。
おせいちゃんはこっちいらっしゃい。スイカ浮いてましたね。もう一個近くにあったよね。もう一個、もう一個近くにいなかった今。あれ、あーほらほら向こうにある、向こうにあったよ。いろいろ壊すものがあるな。でもいいね、ちゃんとしっかりと。あった向こうだ。黒い制服が込めるよ。黒い制服の子がいる。おお強い。蹴られた、蹴られました、蹴られました。冬用、冬服着た。何これ、何のやつ。みさ、団子多いな、団子、団子めっちゃ多い。 OL いる、 OL、 OL がいる。ちょスレンダーマンが、スレンダーマン来てる。スレンダーマン2人来てる。スレンダーマンがなんか上着取ってる。上着を取ったスレンダーマンと、待って向こうに JC が。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。え、これいた。エーテル補給体って何。あ、ずっと使えるわけじゃないのこれ。技を覚えられそうだ。より強力な技までは。でもずっと使ってられるわけじゃないんだ。エーテル補給体、エーテル補給体どれ。これかな、こういうの。あ、これなんだ、こういうのだって。これさっきからこれ壊してるのってそういうことなんだね。この浮いてるゴミを壊さないと撃てないんだ弾。これこういうのちゃんとしっかり壊さないと。ほらあんまり無駄撃ちできないね。そしたらね、1回につき1回ってこと。そういう感じなのかな。食べた方がいい。まだ大丈夫、まだいける。ゴミも殻つけて、まだアイテム使ってないけど、これそろそろ使った方がいいかな。大丈夫かな。だいぶ慣れてきた、だいぶ慣れてきた。あとはそのこのこいつらを倒さないとここ浄化できないんで、これ。あれできるわ、もう敵がいるから浄化できないのかな、これ。もしかしたら どうかな。そういうことだよね。これそしたらさ、このエーテルのやつをこう、もうちょっとたくさん増やそうぜ。これさっきでも倒してなかったよ。でもあの JC と OL のやつ倒しきれてないから、多分ね近くにいるから多分無理だったと思った。いけ、エーテル貯めようぜ。エーテル、おお
そう、これあんま使えないね。無駄遣いできないから。レベルアップしたいな。よし、コア抜きたい、コア抜きたい。いいね、いいね、いいね、いいけど、この周りのこの赤い、赤井さんが邪魔だな。赤井さんが、これ赤井さんが邪魔。これ、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 何取った今、何パクろうとして、今さりげなく何取った今。同じアイテムいくつ取れるかだよね。もう多分倒し終わったんじゃないこれ全部。まだいる？いないかな。あ、終わった。ちょっと待ってね、アイテム全部いくつ取れるか。99個だったらね、取り放題なんだけどね。終わりました。おお、晴れた。すべての霧が晴れました。ナナこんにちは。エーテル欲しい。エーテル、やったぜ。 JC がいた駐車場に壊せるスポーツカーあった。ちょっと待ってね。なんだっけ。アイテム、アイテム、アイテム、アイテム。スキルも上げられるな。エーテルのスキルちょっと先にやっていいかい。どれだろう、エーテルの体力。これ体力回復量は10。こっち？こっち？こっちかな？弓使い。あ、でもこれ弓だな。弓ですね、これ弓。こっちにあんのかな？あ、これグラップルだよな。違うみたい。これもしかしてレベルが上がってけば上がってくほど強い力を感じる。ここに何かあるなってことかな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、あ、足んないな。ローちゃんはこっち、これまだ貯めとくか。で、アイテムが、おきくんはこつ解放されてくというか増えてくんじゃないかな。これ数書いてる。いあ、でも1個って書いてある。これがいっぱいあるのかな。これ今いっぱいありますよってこと。スキルの見方が俺もまだ分かんないんだよね。あ、使えないな。で、神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。どうだろう。どうかな。数書いてないね、これね。増えたけど数が書いてない。いくつ取ってんのか。なんだ。おみくじ。下の02はおみくじ200円。無限なのかな。中吉です。今の状況じゃこれはいい方だな。中吉です。お出かけ行ってらっしゃい。でも1個になってんな。団子1個につきたくさん取れるのかな、これ。一時能力アップってことかな。あ、みたらし団子取ってんな。でも取れなかったら取れないって出てるもんね。ってことはこれ結構取っ
たくさん取っても問題ないのかな。団子バカパクってけど、じゃあとりあえずスキルは貯めておいて、とりあえず目的地の場所まで行きましょうか。じゃあとりあえずこれたくさんやりたいね、これね。そうすると猫からねコスチュームがもらえるみたい。エーテルも欲しいね。なるべくエーテルも回収したいね。スポーツカー壊してなかった。あ、でも今なんだ、お賽銭。ちょ、やることいっぱいやることがいっぱいありすぎて。お賽銭、お賽銭、はい。エーテルは今マックスになってる。30で。じゃ、500円入れとくわ。贅沢でしょ？あ！お願いすると体力回復、気力回復とかちゃんとやってくれるんだね、これね。そういうことらしい。そういうことらしい。これか、次の場所は。お、すごい火だ。ってことはこれ氷と風とかあるんじゃない？あ、今使ってるのは風だ。こいつは使えるぞ。血が火の方だって、火だって今度。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集めるぞ。ここで帰る。あ、めっちゃあるよこれ。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは？これ5回しか使えないみたい。タヌキ？何か言ってる？おい。なんでタヌキっていつもみんな関西弁なんだろうね、大体のキャラクター謎なんだけど。わい、腰割るってな、代わりに探しといてくんないって書いてる。ワインとこ来るよ、言うたってって書いてある。だってなんかタヌキを、他のタヌキいるからそれを探してくれてたってさ。お、キューブイこんちゃ、なんやかわいいタヌキやんな。気持ちよくって出てくる。なんなのこれは。これサイドミッションだってさ。とりあえずメインミッション行きたいな。メインミッション行きたいね。大体でも分かってきたね、だんだんこのゲーム。気になってたんだけど、国の番犬って。あ、気持ちを聞く。あ、気持ちを聞くか。いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。エーテル30だね。あ、できんな。火試してみる。試しに、ちょっと火試してみようぜ。強くない？火まあまあ強いぞ。おお、マジか。あいつ危ねえ。全体攻撃だこれ。数が少ないね、やっぱりこう少ないね。でこれで他のあのものぶっ壊したらこれで回復するのかな。先を急がなきゃ。どう？あ、ちゃんと回復してる。ちゃんと回復してるわ。じゃあもうマックス30、風がもうマックス30で回復して、これもちゃんと回復させなきゃいけないんだ。エーテルの上限があるみたい、どうやら。だからこれも壊せば、これ壊して、そしたら、ほら、ちゃんと回復してる。
ちゃんとそのエーテルにちゃんと変えて、その森周りのやつをぶっ壊せばちゃんと一個ずつ回復してくれるから。力を使え、見えないものを炙り出すんだ。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、グレランみたいな持ち主がいたら怒られるぞ。電話していい？お母さんに。ペイペイ。どういうことこれ？お金を、あ、経験値を獲得できるのか。幽霊をたくさん取っといて、お金と同時に一緒に払って経験値4000稼げるってやつなんだもんね。転送してみるか。よいしょ。お母さんにペーペー送った。そちらからの魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。お母さんに送っといて魂。あ、すごい、結構お金、ほらスキルも上がった。レベルも上がった、上がった上がった上がった。なるほど、幽霊をたくさん浄化しておいて、で、あれか、これでスキルを上げて体力を回復したりとかできるって感じなのかな。そうするとこれであれだよ、レベル上がったからなんか他のも取れるようになったんかな。あ、打撃を敵に集中させるとエーテルが出現する。これあれか、敵を倒すとエーテルが出てくるっていうやつなんだこれ。あとミッションをクリアするとなんかエーテルが取れるみたい。ダウン攻撃、威力上がりとかあるよこれ。そうそうそう、まあどっちにしろ体力回復したいな。ほらこれ取りたいね。取った。そうだね、たくさん幽霊も回収して、で、お母さんにペイペイで送ってって感じかな。ちょっと待って、次のやつも、これはもう、これなんかね、ストーリー進めないとダメみたい。各食料の最大所持数が5倍に5個増える。あ、でもこれあれだ、やっぱ決まってるんだ、アイテム持ってる数が。衣装も買わないと。いい感じじゃねえか。最大の体力値アップしたで。なるほどね。ここいけねえ。ここいける。あ、間違えた間違えた。ここバカバカする。ちゃあ危ねえ。こっちね。危ねえ。工事現場か。何か感じる。調べるぞ。衣装によって能力変わるのこれ。変わんないそうだけどね。火のエーテルも上限増やしたい。でも30から上上がってないよ。30から上上がってないよ。これもっと増やしたいね。4つになった。よいしょ。これなんだろう、みたらし団子だ。お、めっちゃ職人の忘れ物かな。 OK、 これで回復、あ、してないな。今火は5しかないからね。これもしかしてエーテルにもさ、あれなんかな、例えばこう火だけしか回復できないエーテルだったり。あ、終わった終わった。火だけしか回復できないエーテルってやつがあったりとかするんじゃないの。違うかな。これやっぱ赤い三角のやつと緑の三角があったわ今。赤いやつは赤いやつだったわ。今なんか三角のやつあったわ今。緑のは三角と、ほら今赤いのが1個と緑があったじゃん今三角。
多分これがその右側の30とその炎の5の回復速度回復のそのコストなんだ。あいた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 。多分これだべ。なんかボス戦の時に炎使いそうだけどね。ボス戦があるかどうかもわかんないけど、一応行ってみようぜ。鳥居があった。痛い。なんだ。離せ。俺に貸せ。ありがとう。平和に来るぞ。口裂け女。あぶねえ。ジャストカード。力任せの攻撃食らうなよ。聞いてる？これちゃんと。あ、聞いてるっぽい。こっちはこれ爆発のやつだ。これっ倒した。あ、倒したっぽい。さすがに冷や汗が出て。倒しました倒しました。びっくりした。倒した倒した。団子も回収していこう。お茶もパクっといた。これ攻撃したら爆発したんだよ。これこれにぶつけるとこれが爆発してダメージ与えられたのか今な。もしかして口裂け女だったね。六郎首とか出てくる。これも強い力を感じる。これなんだ、氷？あれ口裂け女じゃないんだ。あれ水？水の呼吸。ここらの霧も晴れたはずだ。影里へに向かうぞ。おう、強い。これうん、これ強いよ。なんか近接のショットガンみたいなもんなんじゃない多分。これポポポってなく貝かと思った。ポポポって貝ないそれ。水の呼吸1の方移しよう。梅干しのおにぎりだ。八尺様か。梅干しのおにぎり取ったで。これで今日のお昼ご飯は梅干しのおにぎりや。よかったな、みんなたくさん食うてたくさん働こうぜ。うん、ネズミ先輩。ポッポポ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 ポ。なんか上にあんな。ツナマヨないよそんなもん。シーチキンがいい。ないよそんなもん。まだまだいそうだな。取った。よしよしよし。鮭ないよそんなもん。おかかもないよ。梅干ししかないよ。うち梅干ししか置いてないんですよ、うちのお店。すいませんね。ここはどこですかね。うちのお店ね、梅干ししか置いてないんですよ。すみません、梅干し量販店なんですうち。これど、これは神社こっちにあって向こうに行くのかな。いやすみません、うち梅干し専門店なんで、梅干しの
おにぎりと梅干しのサンドイッチと梅干しのどん兵衛と梅干しのカップラーメンと梅干しのなんたらかんたらやいろんなもの、あ、渋谷だ。これ JC が溜まってる。JC が溜まってない。あ、随分とアクロバティックな JC やな。これ強いな。これ近接強いよ。これ近接強いよ。これうん、これ水か。あ、これよく見たらちゃんと青色になってるんだね。青色は水色で、これはこれ何、お弁当、焼き鳥だった。確かに水が一番近接強いからやりやすいかもしんないな、あいつらにとってはね。赤色のやつ探さないと1個しかないから。青色は水色じゃなくて、ごめん間違えた、青色が水色のやつなんだよね。黄色は何なのこれ。じゃあそしたら黄色はお金か。黄色はお金らしい。金だって、金。これが水色のやつか。軽トラックって何なのこの軽トラック。ここ気味が悪いな。今はどこでも気味が悪いぞ。気にするな。よし、JC 倒そうぜ。 JC、 この渋谷で溜まってる JC、 たむろしてる JC 倒そう。戦うしかねえな。あ、めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。あぶね、 JC がなんか。やばいやばい、 JC にかけられる。あいっと、めっちゃめっちゃ来てる。JC がめっちゃ走ってきてる。あぶれ、いいな。いてえ。パルクール JC やべえ。パルクール JC やべえ。倒した倒した、強い、蹴られるんだけど。強くない、おじさんの顔を蹴るんじゃないの。もうこんなもんですかね。いいねいいねいいね。これ誰、このおじさんは。あ、これ敵か。あ、これ敵だ。もういねえべ。体がでかいだけじゃなさそうだ。こいつ、こいつ傘で、こいつ傘使ってる。なんかいるいる、あんなサラリーマンいる。このこんな体型のサラリーマンいる。よく電車に乗ってるわ。メタボリックなサラリーマン来て、これ昼間なんかラーメンの前で並んでる。マジか、リアルだな。傘で跳ね返すとかっていうのもあるんだね、これね。よっしゃ、そのメタボは俺がいただく。すごいな、キングスマンみたいなやつ。多分飲みの帰りなんだろうな、うん、タクシー待ってたんだろうな、かわいそうに。脂肪を取りました。あ、やっぱ緑茶が一番いいんだよ。
そうそう、お酒なんてやめて緑茶にしましょう。何これ、あ、増えた。あ、お地蔵さんを探せばいいんだ。これせせり和骨、お地蔵さん、これお地蔵さんでこれ増えるんだね、スキルが。体すこやかちゃダブル。猫がたこ焼き、安くしてくれよ。こんなものまであるのかよ。たこ焼き買う？5個まで買える。あ、これマックス5個までだし、アイテム。おじさん衛生的にどうなのこれ。さっさと行くぞ。お、渋谷だよ。猫ちゃんが作ったたこ焼き。なんかいいもんあるか。これ以上持てないわ。毛玉がたくさん入ってそう。お母さんにペーペー送んなくていいよね、まだね。なんかいろんな、なんかもうなんかウニみてえになんかあのなんか毛がついてそうだけど。連れて帰りたい。俺も連れて帰りたい。炎を増やしたいんだよな。駅か。ん？人もいないし電車も来ない。町が死んでる証拠だ。駅来たぞ、みんな。ブーシア来たぞ、ブーシアの駅。ブーシアの駅来たぞ、ブーシアの駅。ブーシアの駅だ。待って、向いてなかった。経験に任せました。池袋。よし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 。レビジョン、イチロー、池袋。ちなみに保護してる霊は実は死んでないの。幽霊？脱水には気をつけて。今日も頑張って。これできるんじゃないの？これもしかして。これ焼きそばだよ、今度こっちは。このこっち焼きそばだよ。焼きそば買おうぜ、これ。ほんと、まあ。焼きそばとたこ焼きあって、次お好み焼き来るんかな。まだ浄化できてないやついた？ここになんかいるっぽい。ここになんかいるっぽい。あ、いた、あれか？あ、上の方にいるのこれ。浄化しちゃおうぜ。いて。ちょちょちょ、これまずくね、これ。これまずいんじゃない？これやばくね、これ。なんか、そこら中できんだけど、これ。ここ。危ねえ。おい！ちょっと OL が、OL が痛い、今。ちょい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 、痛い痛い痛い。ちょっと OL がいる、痛い。ちょ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 、ちょっと待って。 OL が、ここめっちゃ敵いんで、これ銀行員。いった銀行員、銀行員のオイル強すぎる。えぐい、ナタみたいなの持ってた今。怖いね、ナタみたいなの持ってた。あれ、さっき俺渋谷の中入ろうとしたんだけど、
これ次の目的地どっちなの？こっち？工事現場はなんかあるんかな？工事現場に実は何か。これエレベーター？エレベーターかな。乗れないみたい。大量にこれ上から行くの？ん？こっから行くのかな？ここが正解なんじゃない？反対側に今行く。こっちが正解なんかな？げ、敵んで。ちょ開けた。銀行員の、いやめっちゃ敵いるよ。やばい泣きてる泣きてる。危ない。いるんだよ。あの OL がなんかあの赤いやつ撃ってんだな。ちょいちょい OL がなんか赤い火球を撃ってくるんだよ。ほらこいつ、ほらサスケみてえな技やってくる。無理するな、戻れ。どこ。オイルはね、静かに攻撃してくるのよ。まだ敵いんのこれ、どっかに。電車間に合うかなって言ってけど。オイルなだ持ってる。いや、入れないわ。ナタを持ってる OL。 あ、いた OL ナタ持ってるわ。あー、違う、火球を、火球、放火術、放火球の術。おーしゃ、終わった。やっぱ社会なんだ、この日本はね。これ何屋さんです、これ何屋さん。週刊暴露ってもうとんでもねえタイトルだな。ちょっと無鉄砲すぎるか。はい、なんか入ってる。小銭入ってたわ。こっち？あ、こっちっぽいね。なんかこっちっぽいわ。あ、違うかな。なんか行けるところと行けないところがあるんだよ。あ、上かな？あ、行けないわ。テグレグレンテンテゲテゲテゲテグレグレンテンテゲ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 テグレンテンテゲレンテレンテン。列車が発車します。足元にご注意ください。未だに駅の中で迷うんだよね。俺はもう電車は使わないから。その心配はないな。まもなく電車が発車します。何の歌かと、いや、なんかあの駅によく流れる。ここ電車ストーリー今第2章じゃない。まだ駆け込み乗車はおやめください。いいね。山手線、
山手線ライン、新宿ライン、赤羽。あれ？これ行けない？ん？道間違えてる俺。これだけ？マップがね。マップが。え、もう3時半なの？早いでちね。早いでちね。これさ、ここの先行けないよね。あ。こっちから行けない？これ行けないもんなんですかね。黄色い線までお下がりください。あ、化粧室こっちか。次のこれね、マップのさ、あのなんか丸いところに行きたいんだよ。黄色い丸いとこ、なんか表示出てんじゃん、ね、丸いやつ。これあそこに行きたいんだけど、これもしかしてこれ飛び越えなきゃダメ、この新宿じゃなくてこの渋谷の駅。トイレ行く？いいよ、行ってきて。トイレ行こうと思ってんだけど行けないんだよ。こっちですかね。もしかしてこれこっからじゃなくてこっち裏をこうぐるって、でもあれ霧があるから行けないよね。反対側に行きたいのよ、反対側に行きたいのよ。回復あるよ。あ、行けるようになってる、これもしかして。あ、行けるようになってるわ。行けるようになってた。キャノビーあんじゃん、目の前にキャノビー。これ壊さないと、これ俺体力じゃなくてあの撃てるやつがなくなってる。18個ある。これ敵？ロケットすんな。何あれ、調子だ。何あいつ、痛い。なんかさ、黄色いなんか幼女がなんか呼んでた今敵。今だ、召喚した。おい、なんだ、もらっちまったな。ちょやばいっすね。ちょやばいっす。おかかか。やばいやばい。リーマン来てる。これ弾き飛べるからいいね、これ。仲間呼ばれるのが一番厄介やな、やっぱり。ね。さっきの何だったんだろうね。さっきの。なんかペニーワイズが出てくるさ、なんかあの左腕を食われるやつに、ジョージに似た、ジョージ。はい、ジョージ。招き猫。何気ない子供ももしかしたら、あ、誰かの忘れてんな弁当、これ俺がパクっとこ。稲荷寿司ですか。いいですね、稲荷寿司ですか。次何屋さんがあるんだこれ。お願いがあるんだよね。
指差しグローブ。これってあ、アイテムがあるんだ。これちゃんとこういうアイテムをどっかにあるから、それを探してそのこのここに集めなきゃいけないの。例えばかんざしだったりどっかに落っこってんだべや。それを探して再開発したって今の東京じゃ、あの預けんじゃない。うん、厄介なやついいんだこれ。厄介なのは、シチアみたいな。あれさ、炎のやつだったら傘ちゃんと燃えてたね。あれには炎が一番いいかもしんないね、あの肥満のサラリーマン。ちゃんと傘燃えてた。ちょいちょいなんか放火球の術やってくるの誰？お前か。どう？やった？やったか。厄介やな。厄介やった。よしよしよし、ちゃんと回復もさせていきましょうね。つくんじゃない？そろそろこの辺じゃなかった？丸いやつ。この辺だよね。この辺の、あれ？できる？おお、なんか肩シャツ、肩側だけシャツ出てるリーマン来た。これおい、レインボーコース来たぞ。これマリオカートの、完全に酔っ払っても片側出さないでしょ。おい無理するな、戻れ。肉体に縛られていた肉体こそが君たちの漆黒なんだ。魂は常に肉体に。ボス戦かな。醜く歪められる。これ足りるかな。理不尽に言うな。レインボーロード。ジャン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 。肉体を捨てよ。水はね。チカチカしますな。あ、お母さんにちょっと送るね、ペイペイ。ちょっと待って。お母さんにペイペイ送るのか。オイル倒した階段の下にもレーターあった。いいね、レベルをちゃんとしっかり上げていくスタイル。次何あげようかな。お母さん元気してるんでしょうよ。もうそりゃ元気ですよ、あんた。それあんた、もちろんあんた元気ですよ、あんた。カウンターあった方がいいかな。ジャストカウンター、カウンター欲しいな。カウンター、力をうまく使えよ。もう誰も知らねえだろうな。たまにすっかっぱのせいだ。あ、これ話すんだ。ガードのタイミングは俺今までガードしてなかったから。でもガード捨てれば敵弾き返せるから、あれやんな、ちょっと活用できるかもしれない。神社、そう、神社にも行きたいし。タバコ探してくれ。どうして？
推定からに決まってるだろ。絶対に嫌だよ。山で売ってるのかよ。キュウリだけ持っていてもな、こういうの意外と買っちゃうんだよな。お金たくさんあるからこれほとんど買えるんじゃね、これ体力回復のやつ。あ、エンジンがある。好きなんだよな。これ12個しかないんだよね。型式あるけど3000円するけど、でもこれ買っちゃっていいよね。買っとくか。これ買おうぜ。これ藤山はああ藤山はララララ藤山で藤山だ。買い物の待ち時間が一番辛いな。悪かったね。行こう。入店したらこの、いやさっきその音楽じゃなかった？藤山誰もいない、俺だけの貸し切りの新宿駅です。すごいでしょ。俺の新宿駅。痛い。渋谷だったろ。渋谷って今相当汚いんでしょ。今なんかすごいって言ってたよ。渋谷の裏路地とか行ったらもう匂いかけないって言ってた。新宿の方は行くんだよな。汚いらしいよ。渋谷と新宿間違えちゃうねっていう風に言うと怒られちゃう。ん？できる？できるな。おい、JC が固まってんな。やるじゃねえか。お、アクロバティック。JC アクロバティックすぎ。渋谷ってなかなか行かない。ハチ公見に行くぐらい。女子会の邪魔したから怒ってんのかな。やばい、殺しちゃった。降りようか、ワクワク。やばいやばい、蹴り食らう。あ、よかった。なんか OL 来た、 OL。 ハチ公を見に行きたいがために渋谷に行く。OL どこ行った？ OL。 よし、次。 OL はさっきオイルいなかった。赤いカス刺したオイル消えた。いなくなった。消えたらしい。倒した。いや、いたはず。こんな店の何がいいんだ。お店の人がいなくてよかった。ほら、いてほら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 、放火級の術を使う。どこにいるの、これ。いたアパレル店員。厄介な。来た。お前だ、お前。こいつ。OL をいたぶってるみたいな光景になってる感じに、これ。確か水使えるか。このアパレルは？アパレル店員。受付嬢かな。下級が結構ゆっくりめなんだよね、これ意外と。
そいつ青で、もう緑でゴリゴリ押してるよね。なんか節約してるから今OL をいたぶってるわけじゃないんだけど、炎がまあまあ結構そのやっぱりあれなんだよね、そのやっぱり厄介なんだよね、丸くゆっくり往復からさ、やっぱりなんか悪いティックトッカーみたいなことやってるんだよ。焼き鳥、ロート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 、そうそう敵出てくるかな。今俺2章やってんだよね。でもね、もう3時間半やってんのかな、2時間半。これね、目的地に行くまでが結構長いね。これ上に行くのかな、これ。そしたら5階、このエレベーターはまだ使えそうだぞ。これで上行くのかな。8階、展望台に向かってんの今ね。陰りえ展望台、着いた。8階です。注意しろ、あいつからまがまがしい力を感じる。なんか猪木見てね。元気ですか。なんかあいつなんかハンマー持ってね、なんかハンマー持ってるよね。パワー系だよ、パワー系。なんか傘なんであんなめっちゃ高価なの。めちゃくちゃ高そうな傘使ってるよ。あれ叩かれたらさ、俺ちっちゃくなるのかな、やっぱり。体力が、え、これジャストガードできてないかの、できてなかった俺今。死んだ、死にました。え、ジャストガードできてなかった今俺。なんかジャストガードして一応体力一応やってたつもりなんだけど、あんまり効いてなかったんかな。もう一回やってみる。力を感じる。体健やかチャッタブル。これ効いてんな。一回できてたよね。あ、できた。あ、ちょ今話しちゃった。待って。できたできたできた。あ、やっぱ炎強いね。炎をね、炎が強いんだわ。おに今食べました。体力回復した今。なんかねケチっちゃうんだよねやっぱりね。こうあ、なんか最終的になんか使えるんじゃないかと思って、こうどうしてもケチっちゃう癖があるからさ。あとなんかこんなものがあるとこういうなんかあるんじゃないかってこう探しちゃう癖があるからね。おしるこだよおしるこ。最終的にあの龍が如くなんて最終的にあの回復使わずにボスクリアしたからね。あんなにね最後絶対使うだろうと思って取っといたんだけど、最終どれも使わずにクリアしてしまう。取っときすぎ。取っときますよもちろん。回復アイテムの使用のティープ出たらやばいと思っていい。回復アイテムでもたくさんあるのはいいね。でもね、取っとこ取っとこ。
やっぱりね、大事に取っとくのはいいんですよ。ちゃんと使えるものは使ってね。靴下が穴開こうがね、あの服に穴開こうが、そうそうそう、ライターが火つかなか、つかなかろうが、ちゃんと賞味期限が3日過ぎてろうが、使えるものは使いましょう。おにぎりだって焼いたら食べれますよ。俺は食わんけど。心配性と貧乏性っていうのやめてくんない？あ、それは捨てなきゃダメ。でもなんか食べれるかもしんないじゃんね。カツアゲどうせ持てる個数限られてるから、どんどん使った方が。あ、まあ5個だもんね。使わないとね。かき氷屋来たわ。なんかいいもんあるか。かき氷屋の、確かに使わないと、だって5個しか持てないからね、結局。そうだよね。使おう、たくさん。むしろ使いましょう。終わったか。さっさと行くぞ。回復はもう見つけたら使いましょう。取った、ヤクザ揚げ。いや、無限だったら大量に取っときたいなと思ったんだけど、そういえば5個しか持ってないからもったいないもんね。うん、お疲れちゃんちゃんこちゃんこちゃんちゃんこちゃんちゃんこ。メビウスは無関係。これどうやって上行くんだ。いける、これ上。これ上にファーっていった気がするんだけど、これここからいける？さすがにこれこっからじゃいけないか。どっかにあれいない？天狗。これ天狗いないかな。天狗建物の中から。ちょっと待って、今ちょこれやっぱなんかあるだろう精神がやっぱ大事なんだよ、やっぱこういうの。体を借りるぞ。よっしゃ、これでお袋にペーペー送れる。まあまあ結構ペーペー遅れるぐらいになったんじゃない？KK に任せるよ俺は。降ってる雨がちゃんと漢字の雨になってんの。え、そうなの？全然見てなかったそこ。え、みんな気づいてた？なんか雨がちゃんと雨っていう感じで降ってるらしいけど、全然見てなかったね。あ、ここかな。全然見てなかったそこまで。うん、そこまで見てなかった。場所は力を使って調べてみろ。そんなもんもちろん気づいてるよ。あ、やっぱり俺も実は気づいてた。このゲーム始める前からもう実は気づいてたもん。むしろこれめんどくせえぞ。これ空中攻撃してくるやつだ。だるい。これちょっとだるいっすよ。これちょっとだるいっす。あ、やべ、倒しちゃった。ちょっとだるいっすね。おユリアはこっちいらっしゃい。こっちは OL がいる。ちょ、空中のやつ倒そう先に。ちょ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 、 OL が邪魔してくる。 OL さんが
OL さんが邪魔してきますと、 OL さんが、 OL もそうなんだけどね、空中のこの幽霊ちゃんが邪魔してくるの。これカトン放火級の術、捕まえた。これどうしてもなんかノーマルの風に頼ろう。よし、殲滅。どうですか、殲滅しました。わーい、宝船、あ、そっちの方。社に何かないか調べておくよ。やったぜ。バチ当たりだな。風がやっぱり俺を呼んでるんだよ。風の中のスバル。倒した。よし、お母さんにちょっとペーペー送るわ。ちょっと待って。お山田チャスチャスいらっしゃい。お母さんにちょっとペーペー送る。ちょっと待ってね。よいしょ。送った。いや、お母さん助かるでしょ、多分これ。多分だいぶ助かるよね、これね。いいね。ペイペイ。やだ、あの子ったらまた送ってきたわーって多分言ってくれてんね、今。そう、俺は風属性なんだよ、俺は。急になんだ。しかも、細かーく、ちまちま送ってるからね。あとなんかあるかな。あ、これは時間か。幽霊が徘徊してます。今ね、ちょっと何をあげようかなと思ってる。あ、いいね。やっぱこういうの大事。やっぱアイテムがたくさん持てるのは大事よ。いけそうだね。やっぱ大事、アイテムをたくさん持つべきだね。これ丸人をスタンさせることできるって。これも使えそうだ。なんかかっこよくなった。お札使ってる。お札、実家に冷凍バッグ送ってくるのかも。まあでも手に入れたお札を試して。お札おかんばちゃんはこつ、うまく使えよ。あ、これでこれ強そうじゃん。このお札使って、おーしおしおしおし、でこう、あ、間違えた、違う、こっち、あ、違う、これ違う、ちょ、どれこれか、こっちの方だ。切り替えるのが大変だよ、これ。切り替えるのが大変。あぶねえ、痛い。危ない。切り替えに慣れないとこれしんどいよね。危ない。押した。いいね。大変だよこれ。影里への展望台に行くぞ。なかなか強かった。この辺りを見渡せる。一応回復もなるべく使うようにしてた今。ちょっと使い方が難しいね。このお札に切り替えるのとこの弓矢に切り替えるのがめっちゃ大変でさ。切り替えるのがすごく大変なのよ。あんたこれ
そう、陰りえだってまだ。スタンドバトル徐々、いや、どっちかっていうと呪術廻戦じゃないかな、多分これ。五条悟にこうなりきれる。間違えて弓出しちゃうよこれ、弓。カルビーのポテトチップス。もうないから大丈夫かな、あと。ない。操作がね、でも慣れるのがすごく大変なのよ、あんたこれ。なんかいろいろね、ボタンがたくさん、押すところがたくさんありすぎちゃってわからないのよ。これをパクっとこ。なんだ？おさらこんちゃ。お母さんに送んなくていい？まだ。大丈夫？まだお母さんに送んなくて大丈夫かな、ペーペー。よしよしよし、順調だよ。仕送りする？そろそろ過労死すんじゃないの、お母さん。これちまちま怒ってきやがってってこれね、パソコン版、パソコン版、パソコン版。ちょ、お母さんに送るわ。ちょっと待って、さっき5分前に送ったばっかりなんだけどね。ペイペイ送った。送っといた。あんたそんなたくさん送らんとちゃんと食べてんの？食べてるよちゃんと。いやがらせ、いや大量にさっき5分前に送ったばっかりなんだよ。しかもそんなに溜まってなかったって、なんか1000円単位で送ってんだけど。手っ取り早く外から登っていくぞ。よし行こう。使えるものがないか注意を払え。あ、お出かけ行ってらっしゃい。せめて1万円とかその辺で送ってほしいんだけど。1000円で1000円単位で送ってるから。この辺も変わっちまったな。昔を知らないから何とも言えないよ。九州九州。ガキとは話が合わねえから困るよ。九州九州。九州九州。お、あいついるぞ。ジェシージェシー。ジェシーのジェシー。ジェシーの溜まり場。ジェシーの溜まり場来た。よし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 、来た来た来た、 JC 来た、 JC 放火級の術使ってきた。おー、危ねえ。お母さんか、 JC のお母さん、 JC を迎えに来たお母さん来た。もういねえべ、もういねえべ。よしよしよし。なんかね、たまになんか中学生がさ、なんか鎌みたいに投げてくるから、ボボボボボっつって。お母さんと一緒にショッピングしてたんかな。あんた何時だと思ってんの。だてか、お母さん狙って、なんで俺がお母さん狙わなきゃいけない。見ろあれ、スレンダーマンがいるぞあれ。だん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 このゲーム慣れてきたね。だんだんこのゲーム慣れてきたよ。お母さんに送る？まだいいか。
スレンダーマンなんだよな。だんだん慣れてきた。スムーズだね。あとはそのステージの場所かな、ステージのこう場所の結構こういう高いところ登ったりとかするのが結構大変かもしれない。上だな。ほらグラップリ、さっきのスレンダーマン行ったところの魂吸わないの？え、なんかあった？全然見てなかった。なんかね、結構みんなまっすぐ見るじゃん。でも俺結構両端を見てるんだよ。あった？嘘？本当ですか？どこら辺にありました？魂。あ、もう遅いっす。降りれません降りれません。もう下に登っちゃったんで。結構みんなだって見てんだけどね。俺は両サイドしか見てないけど。なんかあるだろう精神でやってるから。あ、これは？そういえば俺弓使ってないよね。弓これね、使う弓。使えばいいのこれ。今当たったでしょそれ。なんで今当たったでしょ。今なんで当たってないの。こっちの方が疲れて、どういうこと。そのケツに刺しとくよかったな。でもあんま使わない方がいいのかな。でも10発しか撃てないからね弓もね。あ、そこに何かあるぞ。だってあ、なんか急にホラーゲームっぽくなってきた。何これ、懐中電灯使ってるよみんな。ん、何をしろって。何これ。それでいい。え、なかなか似合うじゃねえか。なんか数珠つけてる。よし、町を調べてみよう。2000年代に流行ってたよね。双眼鏡がある。あれで見てみるか。風属性アップ。あいつさっき見失ったやつだ。そう、今お祭り男と戦ってる今。あ、こっち見てるよあいつ。どこ行ったの。地下に降りて行ったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。どうぞ。地下鉄乗ってったよ。何線かな。あれ、渋谷地下。何今の。アクション映画みたいになってて今。しかも片手で乗ってたんだけど、あれ絶対俺腕取れるんだけど、あんなやられたら。KK の記憶なんかな。まず探索し終わった。とりあえずなんとか脱臼しちゃうよ。
とりあえずこのまま地下に戻ればいいのか。こいつ？こいつのこと言ってた、もしかして。さっきのなんか鳥忘れてるって言ったの。違う？違うんかい。違うんかい。どこどこどこ取り忘れてる俺。ここ？あ、これ？こいつか。スニークキューできるみたいだ。どうやらこのゲーム。地道にやるしかねえな。は？違う？これは無理なのか？うん、これは無理らしい。君はサイバー大学を知っているか？危ない。おー、いいね。これ超楽、この武空術。この武空術超楽やで。これ？こいつ？あ、こいつか。これのこと言ってた、もしかして。どう？これで全部回収したくない？もういねえべ、さすがに。結構取り逃してんのいっぱいあるな。多分違う。なんか他にもなんかあった。嘘。他いねえべ、さすがに。もうだって全部取ったで、これ。多分全部取ったべや。これこれかな。これで全部だべや。これで全部だべや。多分これか。オーケーオーケーオーケー。取った取った取った。体すこやかチャッタブル。よしよし帰ろう。あ、出た。あいつ常時して常時。いいぞ。あ、これ常時にあんまりあれなんかダメージないんか。常時常時に常時にダメージないよ。はい、ジョージ。くたびれたスレンダーマン。嘘でしょー。あ、2個取れるんだ、すごい。あ、2個取った、2個取った。2個取ると結構すっきりするね。すっきりする。お前ふざけんな。あいつ無敵マンなんだけど。ジョージ無敵マンなんだけど。
無敵野郎だったか。ダメージ全然入んなかった今。レイニーデビルにも見える。子供は無敵マンだった。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。ジョージというか幼女はスキル、ステルスキルしないと仲間呼びま…あ、ステルス…後ろからやんなきゃダメか。幼女を後ろからやるか。メスガキにはお仕置きしねえとな。ステルス商法じゃないとダメなし。あ、やべ、 JC がいる。やべ、 JC が終わった。言い方悪かったかな俺。わかりました。なんとかなった。あ、でももうそろそろ片代がなくなってきてる。ソロ墓地やばいんじゃないですかこれ。ソロ墓地やばいんじゃないですか。うん、ペーペー溜まってきた。お母さんに送んなきゃ。ペーペーお母さんに送んなきゃ。なんか左になんかあった今。黄色いやつか。ペペお母さんに送んなきゃ。そうそう。あれ敵いる。これ敵たくさん出てくんじゃないこれ。またここに来ちゃったな。もう用はない、行くぞ。はい、いろいろ取り残してるけどまあしょうがない。行くぞ。ここや。哀れにも理不尽にもな。ここを通ったはずだ。何これ。これなんだっけ。これ何これ。あ、こうか。向こうか。でも日本の舞台ってのが一番いいよな。これまだ2章なんでしょ俺。結構長いね。あ、お母さんに送れる。ちょっと待って、お金送るわ。ちょっと待って、あいつどっか行っちゃいそう。オッケーオッケー、2000円送っとく。2000ポイント送ったわ。これであのウーバーイーツでなんか帰るべ。よしよし、送った送った。日本の会社なんだ。送っときました。お母さん喜んでくれべ。今日の飯は多分豪勢だべな。多分おそらく。なんか他に使えそうなものなんかないかな。ウーバー代ですよ、ウーバー代。うん、この辺も取っとこうか、これ。こういうところも。引き抜きの時間早められんな。何食べんの？それはお前決まってんだよ、お前。マックだろ、マック。このまま進むぞ。何かあるはずだ。マック行く。おお、ジェシー。ちょっと蹴られるんだけど。おお、アクロバティックな。取れないんだけど。取れない。取れない。魂引き抜こうにしてもなんかね、もう蹴ってくるのが早すぎて取れないんだよ。今行けた？さっきの。あ、なんか突然のホラーゲーム。生徒会も結構炎の方が一番いいんかな。長く人はいねえが、
化け物はいるみたいだな。おお、たむろってんぞあいつら。ところばっかりだな。渋谷のハチ公の前に階段がバッター。肉体を捨てよ、私の元に集え。あ、でももう渋谷の、あ、そっか、レイってあれか、ちょっと若干ラグがあるのかな。一回貼り直してみたら多分直んで、あれかな、 Wi-Fi じゃなくて 4G 回線か 5G でもそんなあれかな、Wi-Fi じゃなくて多分通常のモバイルデータで見てんのかな。こういうとこ狭くてワクワクするね。痛い。吸い込もうとすると必ず痛ー。や、強い。 OL のナタ強いねえ。 OL のナタめっちゃ強いOL のナタが強すぎる。ナタ強い。たまに多分ラグがあるのは多分垂れ流しにしてる感じ。 M 上手くない俺ね、今パッドでやってる。パッド俺もね、キーボード無理だからさ、俺パッドでやってるんだよね今の OL ちょっと強かったな。ちょっとこれで攻撃しようぜ、この炎で。見てよ僕の炎。炎で攻撃するわ。痛い。そう、俺ねキーボードの操作がね苦手なんだよね。キーボードのそのホラゲやってんのは別にこうエイムとか合わせなくて楽なんだけど、こういうなんかアクションゲームのね、エイムは苦手なんだよ、ね、意外と。倒した。あ、倒したっぽい。あとこいつだ。逃げ場がちょっとないから難しかったね今。いや、 OL のナタ強かったな。さっさと次に行くぞ。はい。確かにね、キーボードとかキーマウで慣れてる人はいいよね。俺ね、結局慣れなかったんでね、キーマウは。パッドじゃないとね、攻撃、あれができないから。これで敵の動きを止められるぞ。あ、これ欲しいね、これね。2枚ぐらいあった方がいいのかな。3枚にしとこう。そう、狭いとね、やりにくい。高いところまで飛べるはずだ。マジでやりにくい。かわいいにゃん。終わったか。さっさと行くぞ。男子トイレ。これ女子トイレがなんかあるやつだ。なんだ。あ、トイレの花子さんの包丁だって。これあれだ。あのにゃんこに渡したらもらえるんじゃない？なんか。え？トイレの OL さんが。怖すぎる。トイレの OL さん。
あのやっぱり砲火球の弾を出す前に倒した方が一番楽だわ。これファミコン時代からずっとコントローラーだし、マウスキーボードは厳しい。それはそう、そうなんだよ。コントローラーの方が一番俺は楽なんだよな。おじさん、男子トイレ覗こうとしてたの？いや、俺が女子トイレ入ろうとしたら阻止された。けど倒した、倒して、なんなら女子トイレ入っちゃった。通報しないの？銀座線乗る？ちょっと移動するか。これもしかしてここ移動すんの？これどうどうと女子トイレのドアを開けていく男。座銀でシース行ってくか、とりあえず座銀で。座銀でシース行くか。地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬。こっちしか行けないみたい。そっちじゃないな。化け物退治の方だよ。化け物には化け物をぶつけんのか。でもさ、俺回らない回転寿司とかあんま行ったことない。現象が歓迎されてんだぞお前。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。いいね、なんか怖いね。やっぱ懐中電灯を持った状態の暗い地下鉄を歩くのは怖いね。コンビニの寿司ってあの5個しかない、あのあれ、400円ぐらいするやたら高いコンビニの寿司ですか。あれは美味しいけど高いね。スーパーのお寿司でいいんですよ。スーパーの寿司で回らない回転寿司だよ。そうそうそう、回らない回転寿司、あれがいいんですよ俺たち庶民は、そんな高級なお寿司食べれませんよ。回らない回転寿司はうちも行ったことないね。行ってみたいね。一度でいいから回らない回転寿司で重くと頼んで食べてみたいですよ。しかも一貫500円とか1000円とかするんでしょあれ。へいお待ちっつってこう握ってくれた寿司屋の職人が出してくれたものは一貫だけで、そう。わあすごい、なんだこれ。すごいことになってるよこれ。傘からいっぱい。俺も飛んでみたい。あれ一貫2000円。生ものダメなんだ。こんなところがあったんだな。誰も気づかなかったのか。じゃあ俺が寿司屋やってやるからみんな食いに来い。誰にも知られず地下でうごめいている。俺が握ってやるよ。獣そのものだ。ただし魚さばけないんでちょっと行かない。なんで衛生的にダメだってこと。予算言っておいて任せすれば、あ、1万円でお願いしますみたいな。断る。なんでお寿司の食べ放題寿司屋。俺一人しかいねえんで従業員しんどいで。それ魚さばいたことないっすね。魚さばいたことないっすね。まあ大丈夫っすよ。そんなアニサキスの1匹や2匹ぐらい。エビお願いします。はいよ。へいお待ち。エビの脇握りです。若干のお酢の匂いが。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員と敵出てきたの。敵、あいつが近い証拠だ。絞り上げて発射する。おお、ボス戦。え、ちょっ
でかくね？おい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 、あ、でかくいってらっしゃい。おいおい、鬼狩りだ。あ、ちっちゃかった、意外と意外とちっちゃかった。お、でかい、でかい、でかいもんだと思ったね、今の主役で。意外と小さかった。おお。やばいやばいやばい、まあ強いな。あいにだけありがとう。そう、あれあれあれ食らったらまずいっすよ。強い強い、これ強いよ。やべえ、螺旋が撃ってくる、こいつ。あぶ。次これでいいのかな。これいろんな技使ってくれ、こいつ。ガードガードガードか、それ。螺旋感はやばい。これ効いてる？効いてんのかな。強いよ。ちょ強いな。いろんな技使ってくんのこいつね。ちょっとなんか当てようとしてるんだけど、当たる前に攻撃してくるからやりにくいな。ちょっと強くない、ちょっと強いな、ちょっと強いっすね。ちょ、こいつ、これこっちの方がいいのかな。聞いてる、これ聞いてんのかな。ちょ、あ、お札、そうだ、お札、お札使おう。はい、お札聞いてる、これお札聞いてる。これちょ、水やめよ、水やめましょう、水は水やめましょう、水じゃない方がいい。こっちの方がいい。食料たくさん使っててよかったね。ちょ、螺旋岩はやばいって、食べる前にやられちゃう。あ、あ、どう、行った？行ったか？これこうやってやってみた方がいい。あ、よし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 、おー、超トップ。あ、バイデン、いってらっしゃい、いってらっしゃい。倒した倒した倒した。まさか、なんだ、どうした。あれ、どこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと。早くこてろ。おい、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。俺の体を操る人形にしてやがった。何？ゲーゲー、倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。
あらら。お兄ちゃん、また忘れてるでしょ。今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの？逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違うんだ。戻ったのか。でも普通の人間に戻ってない？ケイケ、引き剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。消えてる。全部力も経験も どうすればいい？マリオ、どう探せば。そこなら でもこれあれだよね。どうすんのこれ。あ、弓矢で戦うのかな。KKの力がないから正面突破は難しいな。KKの力がないんですよ。待って、めっちゃいるよ。地上に戻る。これ4発しかないか。これ逃げればいいんだよね、要はね。怖い怖い怖い。とりあえず逃げようぜ。やだ怖い。やだやだ、怖い。おい、発射様もいいんじゃん。なんだ持ってたよ。動き止めらんないよ、だって俺。あれ、ちょっと待って、これ、え、上？あ、下に行くのかな？お祭り根性で行かなきゃ。正面から行かないと、だってこれ怖いでしょ。あれ、これ地下？あれ、どっちから行く？うわー、来た！やだ、怖い。これ壊しても意味ないもんね。なんかパクった、今。ひょうたん、なんかパクった。上行こう。上から行きましょう。上から行こう。地上に戻るんだったら、じゃあ上から行かなきゃダメだ。さらっとお金になるやつ。お金に借りるものは全てパクっておきましょう。ちょ、なんか上落っこっちゃった。いてえ、なんか当たったわ。ああ！これしんどいぜ。これ。OL に切られたんだけど。びっくりした今。ってことは俺取ったひょうたんとかなくなったの？俺もしかしてあれ。嘘。まあいや、もう植えちゃおう。せっかく取ったのにひょうたん。ガンガンいっちゃおう、上に。確かに術が使えないのはちょっとしんどいな、でもこれね。
今向かってるこっちの方面で合ってんのかな。あれか、逆逆かな。この下に向かうのかな、これ。この下に、あ、違う、上、あれ、どっちだこれ。こっそり行く。ラグってる人は画面タップして左下のライブってとこ、ラグナール上に向かってるよ今。でもこれ反対方向になってない？合ってんのかな。戻ってる。戻ってんな。あっち、あ、あれかな、あっち方面なのかな。こっち？地上に戻りたいんだけど、この、あ、こ、下、こっち？こっちが見たい。さっきと同じことやってるな。今日 YouTube 調子悪いんだよ。そうなんだよ。あれ、こっちかな。すぐなんかクルクルするんだよ。何なんだろうね。あ、これは吸収できるんだ。幽霊は吸収できるんだね。行ってみよう、こっち。あ、スレンダーマンが、あー、これだ、ここだ、あってる、こっちだってます、こっちこれ多分これだと思う。最近落ち着いてたんだけどね、 YouTube もね。ついた、多分これだ。なんとか切り抜けなきゃ。任せろ。パルクール攻撃だ。まずこの状況を抜け出さなきゃ。危ねえ。上行かず水平移動してた。いやー、しゅ、いて。任せろ。おーしゃ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 、オッケー、ついた、はいはいはい、いけいけ、よしよしよし、はっはっはっ、やりましたやってやりました。おー、外に出た。やっと外か。このマンションは北か。北だった、みんな北、みんな北は、北とはよかった。でもよかったよ、幽霊もちゃんとしっかり回収して。よし、来たとは、来たですよ、来た。あー、 JC だ。来たです、来たとは、来たですよ。お前、来たっつったのお前、来たラペや、来たな、来たっつったのお前、来た以外に何があんだよ。来ただっぺよ、来たなよ、来たっつったらめ、来たなんだよ、来た。おでん取ったと、おでん、これ。そして俺は今どこ向かってんのこれ。来た、アジト戻んだっぺ今から、アジト。来た、来た、来た、親父じゃないよ、北さんブラックじゃないよ。来たの。あ、着いた、着いた。なんだ、誰だ。お、写真の
ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない。俺みたいな髪型してんの。あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でも、どこに連れて行かれたかわからない。あなた、やっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？これ、彼に渡してくれる？大切なものだから。フロッピー？これ何これ？何これ？タバコ入れるやつかな。あ、妻子持ちだったか。これって、なんだ。ん？何これ、外に出るだって。あ、やっぱ気になっちゃう。しょうがないな。コスチューム変えますか。じゃあコスチュームを。こっちにしますか。主人公は YouTuber なの？いや、多分普通の一般人です。ゴキブリかと思って、俺も一瞬ゴキブリかな。つながりって冗談だろ。応援団に転身しました。この先に KK がいる。僕らはまだつながっているんだ。僕の中に KK の力がまだあるんだ。早く俺数珠使いたい。数珠早く。俺は数珠を使えてんねん。数珠。数珠使ってこいつは倒してんだよ。数珠。見つかった。数珠。これ別にこれ追いかけ回さなくてよくね。これ普通にまっすぐ走った方がよくね。数珠だってよ。数珠オーバーウォッチの半蔵みたいな格好じゃん。ここか。いかにもって感じだね。ゲンゲンバッ。切り抜ける。妹を助けるためには。切んのかこれ。あんたの力が必要だ。チャンドンゴンに似てる。行くぞ。おりゃー。うおー、正面突破やー。時計開けろー。あれ、開かない。痛い。開かない。開かないんだが。普通に開くのかなと思ったら開かなかった。ちょっと弓矢が足んないっす。これ何持ってきてるから。おふくろ、これ
弓矢が普通にないっす。正面突破じゃ開かないのか。矢が足んないっすね。これ開かないんだよ。これここじゃないのかな。こっち実はこっち説あるくね。あ、なんだこっちだったか。それ早く言ってくださいよ。失礼します。いや、あれは反対側じゃないと開かないみたい。切り抜けました。帰ってきたよ。遅えんだよ、ノロマナ。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。異病本に似てる。アジトで女の人から押し付けられた。はあ？あいつ生きてるのか。いや。死んでまで世話焼きとはな。家族だろ。あんた、助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ。それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない。取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。この世界は生きてる人いないよ。お、体が戻った。老けたスレンダーマンとジェイ。お前の連れか。ああ、仲良くしてやってくれよ。仕方ねえ。遊んでやる。おたんみこんばんは。幼女来た。あれ幼女倒せんぞ。あれ一気にぶっ飛ばしてる。何それ何それ何それ。いただき。何物技何物技。必殺技があるんだろ。俺の好きな妖術じゃないんだ。すごい力だ。すごい力だ。俺たちが共鳴すればこれぐらいできるってことだ。なんか波動みたいなの出した今。ワイヤードインって書いてある。ワイヤードイン。そうそうそう、 KK が井上さんって。顔汚い方の、顔汚い方が井上さん。これでいい。器は満ちつつある。マリガは取っておけよ。これお父さんとお母さんの。
あれあのマーク、あのかあれじゃん、あの、うん、指をこうラブの意味じゃん、ラブ、ダブルラブあった、ダブルラブ。大事にするね。キュンです。私の役に立て。お兄ちゃん。何が起きてんの今これ。鬼に変えられたのかな。なんだ。何が起きたの今。わかんないんだけど。何をし、なんだこれ。あいつが始めやがったな。何を。マリー、時間がない、急ぐぞ。何が始まった。何が始まったの。何が起きてんだかわかんないんだけど。あ、今3章入ったの。今3章入ったみたい。霧ヶ市この辺で終わっとくか今日。あ、これみんなほら、ミッションのこの蜘蛛の糸っていうミッションがこのゲームの中で最もホラーゲームになってるっていうミッションのやつですよ。これ最近来たアップデートのやつ。これが一番怖いらしい。北東の方だな。いっちゃん怖いらしい。これまずはここを浄化して霧を消すぞ。蜘蛛の糸が本当に怖いんだって、本格的に、うん、大邪神ゾーク怖いのやりたいけど。でもどうする、これこのゲームクリアしてからやるか、それとも途中で寄り道するかだよね。蜘蛛の糸だってクリアしてからやる、それとも寄り道する、クリアしてから やるかじゃあ。どっちでも俺いいけど、クリアしてからにするかじゃあ。そしたらそうするか、ソスペア。じゃあちょっとこれなんか増えた、ん、お札の数が増えるのと弓が増えるのと装着できる数が1個増えるのね。この辺欲しいね、この辺ね、この辺ゆっくり1個ずつやりますか。共鳴時間が増える、しゃがみが早くなる。はいはいはい、この辺じゃ増やすか。あ、めずげずまずげつった。そう、すごい画質が綺麗なんですよ。まずげつった、俺こっちだ。おし、確かにストーリー最初終わらせよう、それがいいね。いい感じじゃねえか。じゃあ皆さん、よかったら高評価のボタン押しといてくれたら、続きは明日やりますか。じゃあ続きは、風のマシンガン、火の火炎放射、水の範囲攻撃がアプリで追加されてんだ。あ、じゃあ技は増えてんのか。明日押した、よいしょ。このペースだと明日明後日ぐらいで終わっちゃうね多分。今どの辺進んでんだか知らないけど、結構だって今日何時間やったの、4時間かな、4時間やったんかな。まだ5時だもんね、早いもんね。1時からやって 1,2,3,4、 あ、もう4時間やってんのか。いや、もう1回押したら OK っすよ。よいしょ、明日だね続きは、うん。アーカイブ見といてくれたら、そうそう、何章わ、それは分かんないけど多分5章ぐらいじゃないの多分このペースだと。よいしょ、あ、押しといてありがとう。5章ぐらいで終わりそうだけどね。
2章が長かったね。このぐらいの時間の方が確かにアーカイブ見やすいね。3時間程度かな、3時間半とかその辺が。ストーリーだけ追っかけるんだったら確かにこのぐらいの時間がいいな。青下ありがとうね。えやっぱ初見でやるゲームは面白いね。あ、6章までしかないんだ。じゃあ土曜日には終わりそうだね。土曜日終わって日曜日の夜にはじゃああれするか、あれしてから、あれしてあれしようぜ、あれしてから。ちょうどいいね、なかなかちょうどいい。そうそう、あれしてあれしようぜ、あれしてから。日曜日はあれして、日曜は9時からあれして、あれするか、あれしてからね、あれをしてから。ニャンマーワーコツ終わりよ。もうなんだっけあのゲーム、遺灰だっけ、違う、お通じだったっけ、なんだっけ、なんだったっけ、あ、お通夜だ、お通夜。金曜日は、明日はだからこのゲームを1時15分から、お通夜お通夜です。あれ終わってから、そう、あれをやる。ちょっと待って、どれだったっけかな、ちょっと待ってね、 PV があったはず。お通夜、お通夜、お通夜、ちょっと待ってね、確か俺もう早速ね、実はもうウォッシュリストに、ウォッシュリスト、ウィッシュリスト、ウォッシュリストかなに入れてあるんですよ、実は。お通じ便秘ゲーム、よいしょ、これかな、間違い探し、いや違う違う、全然違う、そう、間違い探しじゃないんだけど、だから日本の和風ホラーゲームらしい。ウォッシュリスト、これウィッシュリストっすね。そうそう、お通じにウォッシュね。別にかけたわけじゃないんだけどね、お通じとウォッシュを。便秘ゲーム誰がやりてんで、そんなゲーム。これ、これっすね、これ。これ。これ、任天堂スイッチに出てるホラーゲームなんだけど、だいたい200円、300円ぐらい。日本の和風ホラーゲームらしいっすよ。だからみんなスイッチ持ってる人はできるよ。懐中電灯も、まあ昔の懐中電灯だこれね。日曜日の9時ぐらいだね、やるとしたら。いや、地獄戦闘は違うところ。あれは確かチラズアートだったっけ？これはまた別なところで作ってるみたいな。あ、スイッチにあるよ、これ。任天堂スイッチのゲームを、任天堂スイッチのゲームを、なんかスチームに出したって感じかな。これ。じいちゃんが死んだ。そういうか、うわぁ、そういう感じのゲームらしいけど、これを果たして子供がやるかどうかは分かんないけど、ちょっと探してみ、あるから多分、300円ぐらいで売ってるから。 Steam ではね、235円で売ってるけど。これ日曜日の夜にできればいいかな。あれ押してた、ありがとう、あれ押してくれたね。あー、よかったらみんな高評価のボタンを、みんな眠いかもしんないけど、多分もう 寝起きかな、むしろ。よいしょ、押してくれた。エアコンつけたからね、寒い部屋が。あれ、エアコンのリモコンの電池が切れてます。開けてた。寝起きポチポチ、あざっす。 ありがとうありがとう。マガダマ集める、あー、かげろうか。そう、暖房地がクソ暑かったからね、エアコンかけたんだけど、まあ寒いね。あと、ちなみに俺布団干したんだった。なんかさ、ゴールデンウィーク中なんかなんか雨降るって聞いてたんだけどさ、なんか降らなかったね。なんかすげえあったかかったよ今日。外晴れてたし、みんなんとこ晴れてたでしょ。なんか雨降らなかったね。後半が悪くなるの？あ、5日からなの？そう、今日はいい感じで布団入れますわ、今日は。しける。そうなんだよな。だから今から
回収しなきゃ布団を。昨日は暑かった、今日も暑かったんだよね。ゴールデンウィーク、そうゴールデンウィーク中雨だって聞いたんだけど、ちょっと待って、ね天気予報を見てみようかな。じゃあ天気予報はね、ああ土曜日から月曜日が雨なんだわ。こっちは金曜日の夜からだんだんちょっと天候悪くなって、土曜日から来週の月曜日まで雨だわみんな。うん、明日は金曜日は広島、福岡、鹿児島、高知ら辺が、札幌も雨だね金曜日から。で土曜日から全国雨ですね。これ土日月雨なんだわ。で日曜日はもう金沢、東京、名古屋、大阪、高知、鹿児島、福岡、那覇、まあ全部ほとんど雨マークで、月曜日も全部雨マークですね。で火曜日からちょっとまあ雨がちらちらって感じじゃないですかね。札幌雨だって、うん、って書いてあるわ。いや梅雨じゃないんじゃない？また俺これ偏頭痛に悩まされるやつだ俺。うん、とりあえず明日からもう雨ですね。正確に言うと広島とかあらへん、あの辺あたりはもう明日から雨で、もう土曜日は全国で、日月がもう完全に雨ですね。やだやだ、はあ、やだやだやだ。気圧で、そう低気圧になるとね俺頭が痛くなっちゃうんですよ。そうだからね、ウィルキンソンじゃねえ、間違えちゃった。ロキソニンモノマネのか、俺イブとかでこと足りるから、イブとエスタックじゃねえな、イブだけでいいやイブだけでこと足ります。それは炭酸水イブだけで全然 OK です。ウィルキンソン炭酸水飲んで治るの。明日はそう、明日は続きやるわこのゲームの。そう本当気圧というものは厄介なものだ本当に。じゃあみんなまた明日1時15分でこっちで集合してお会いしましょう。うん、こっちで。じゃあみんなお疲れ。じゃあまた明日1時15分にこっちで。おつつー。おつおつー。